ハリス・ディキンソンは、イングランド出身の俳優、脚本家、監督である。ディキンソンは、2017年の映画、ブルックリンの片隅で、でのフランキー役で知られている。この役を演じたディキンソンは、ゴッサム・インディペンデント映画賞の、ブレックスルー・アクター賞とインディペンデント・スピリット賞の、主演男優にノミネートされ、ロンドン映画批評家協会賞のヤング英国。 アイルランドパフォーマー賞を受賞した。ディキンソンは2018年に、ダニー・ボイル製作の FX ドラマシリーズ、トラスト、トラスト・ゲティケのスキャンダルの第一シーズンで、誘拐された、ゲティケの相続人のジョン・ポール・ゲティ賛政役で出演した。また映画、ダーケスト・マインドに、リアム・スチュワート役で出演した。そして、2019年公開の映画、マレフィセント2に、 フィリップ王子役で出演予定である。ディキンソンはイーストロンドンのレートンストーンで4人の子供たちの末っ子として生まれて育った。若い頃には演技をすることが好きだったが、キャリアになるかどうかは知らなかった。ロンドンの RAW アカデミーの演技コーチはディキンソンがシアターに戻ると確信されるまで俳優としてのキャリアもありうるとの考えを提示していた。 そして17歳の時に映画とシアターについて学ぶために学校を中退した。それ以前ディキンソンは海兵隊でのキャリアを選択していた。多くの人が自分の情熱にそぐわない選択をしてきた。怖さからかサポートネットワークを持っていないからなのか。とディキンソンは述べている。ありがとうございます。